ープはしたんですけど、ちょっと命の入ってないマリオ。おーすげえ、目とくね、胸の部分って説明書みたいになってる。すごいすごい。はい、アツです。ですね、レゴマリオ開封動画をしたんですけど、ちょっとやっぱね、組み立てたいと思うのでね、これも全部出して、ここにこうやってパーツがいっぱい、こんなとか、こんなんとかね、バラバラで入ってて、こんなんとかね、いっぱいパーツがバラバラであって、これね、ほら、命の入ってないマリオ、目が黒い、怖え。これせっかくだからちょっと組み立てていきたいと思います。でね、説明書らしきものが入ってて、パラって見たんですけど、これ実は説明書じゃなくて、どうやらオンラインで、説明書、オンラインというかね、ネットにつないで、ネット上でチェックするっぽいんで、ちょっと読み込んでみますかね。お、出た。これを見てやるっぽいですね。アプリを落とすらしいですね。で、インストールしてみますか。はい、そのインストール待ちの間に、ちょっとマリオだけ作っちゃおうかな。なんか、多分これなんだよな。1のあれを開けろって書いてあるから、1。途中までなんとなく分かっちゃったんで、作っちゃったんだけどね。うん、これで OK。これで完成なんだな。うん、これで OK。完成。完成。ちょっと電気入れてみますか。おーすげえ、目とくね、胸の部分が一緒になってて反応するんですよ。で、ここジャンプするとね、すごい反応する。はい、ちょっと電源切っちゃいます。あ、寝た。あ、暗くなった。こんな感じ。よし、じゃあちょっと作っていこうかな。で、スタートって書いてあるから押すけど、あ、なるほど、こうやって説明書みたいになってる。すごいすごい。こんなんですね。今マリオとスマホを Bluetooth つなげたんですよ。え、アップデートしてない。レゴマリオアップデート中。なるほど、こいつにデータ入れてるんだ。なんかほら、お腹の部分モニターついてる、スマホが入ってる。へえ、すごいな。なんかそっか、口も全部液晶なんだね。ほらほら、すごいね。ちょっと待ちます。再設をなんか言ってる。接続中、アップデート成功、レッツゴー言ってますね。なんだなんだなんだ、これこんな画面出た。なんだこれ、なんじゃこれ。え、タッチしろ。なんだこれ、タップしろって書いてある。タップ、あ、なんだこれ。組み立て方、レゴマリオ、ほら、組み立て方って出てるね。多分こ
こういう感じで、じゃあちょっと組み立てていきますか。順番からいこう。これは面白い。すごい。ほら、こんな感じでこう動く説明書だね。これ任天堂のあのダウンボールのさ、なんだっけ、トイのやつ、あれも動く動画の何説明書だったんですよ。それと同じ仕様ですね。お、すごい。聞こえるかな？動ける。すごい、なんか火ついてる、燃えてる。なんで？あ、音聞こえるね。そういうことか。こうやって遊ぶと、あ、すごい。あ、なるほど。こうやって遊べと書いてますね。つまりは、なるほどね。これ何？あ、すごい。これのパネル、この青と。青とね、青と赤と緑のこのパネルがどうやら反応、色で反応するっぽくて、例えば青ね、胸の部分、ほら、水っていう、多分ここが水のマーク。これ緑、ほら草。赤で燃えちゃう。すごいすごい。なるほど。クリボーを作るっぽい。2を、すげえすげえ。ほら、2の袋用意しろって。2、これだね。2の袋。じゃあちょっと作っていきます。今ね、今ですね、連動してスマホのさっきのねアプリと連動してゲームをちょっと遊んでみたんですね。そしたらここで見れる説明書、アプリの説明書が塞がってて見れ、説明書が見れなかったんだけど、ゲームを遊びながら、なんだかクリアするとゲームを説明書が開放されて、いきなり組み立てることはできないっぽいですね。これをやっていくと、なんだろうな、次のゲームを作れるみたいな仕様っぽいですね。今それを開いたら、今3を、袋の3をね開けろって言ってるから、これ袋の3やっていきましょう。ジャラーっと出します。あのね、あ、落ちちゃった。わあ、落ちちゃった。うわ、落としたら目回った。すごいすごい。聞こえるかな。これね、さっき落としたら、えい、ほらほら、目回った。落としたらえ、ゲー細かい。なるほど。こいつを
けて。こういう遊びらしい。はい、完成しました。こんなコースをちょっと作ってみました。じゃあちょっとね、ほら、マリオ魂を入れて、でね、そうするとここの土管から始まるらしいんでね、こっからスタート。えい、水の中入って橋を渡る、落とさないように橋を渡って、ブロックだ。お、お、なんか取ったかな。あ、スター取った。すごい。で、クリボー。クリボー、クリボー、クリボー、クリボー。えい。あちあちあち。な、タワーにお前落ちろ。えい。よし。あ、倒した。渡らなきゃいけないタワーに。歩くだけでコイン取れるね。よし。お、ちゃんとタイム早くなる。すごい、はい、時間切れになっちゃう。ゴールだ。よし、ほら、ゴールした。あ、面白いこれね。お子さんとかとやったらめっちゃ面白いんじゃないかな。すごい喜ぶと思います。以上、面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。フロック、このマリオレゴって説明書をね、アプリで管理をしてるって感じなんですよ。こういう、それでこれを見ながらレゴを組み立てるって形になってるんだけど、完全連動していて、こういう追加のコンテンツって言えばいいのかな、を買ったりすると、こっちのアプリの方もフラーのステージが増えたり、砂漠のステージが増えたりっていう、アプリ自体がどんどん増えていくんですよね。これはこのコレクション性やばいっすね。これね、無理せずちょっと集めたくなります。ちょっと集めていこうかなと思ってます。はい、以上。はい、バイバイ。